もうちょっと話変わらないですかね。いや教育がだって回らないもん。だってバカな国ほど子供産むから、はい、バカな民族っていうかね。だからそういう人たちって今度甘やかしたらどんどん子供産むから、うん、なんかそれ自然のせ、僕自然の摂理はやっぱり人間は食物連鎖のピラミッドで、うん、人間の天敵っていないから、はい、結局人間が人間を殺さざるを得ないっていうのが戦争だと思ってるんですよ、うん、だからとにかく子供を産まないように 殺し合いをしなくていいようなコントロールをとにかくかけるしかないのかなと思って、うん、そんなもうある意味ものすごい大雑把に言うと、そういうアホみたいな子供を産む民族はとりあえず虐殺しろみたいないや、それやる気はないけど、いやそれを目指したら結局そういうことになるのかな。なるほど、まあ、いわゆるある程度賢い人だけを生かしといて、もうあとはもう虐殺して、うん、でここでよし、もうあとはここからは、うん、あの子供をコントロールするぞっていう賢い人がやらざるを得なくて、うん、今生きている人にそこを理解してもらうっていうのは、うん、至難の業かな。でもそこでこそね、僕日本人の出番だと思っていて、日本人ってまあ海外料いろいろ戦前持ってたじゃないですか。そこにね一個一個学校を作って教えていったじゃないですか。でそういう国々に僕ね、パラオだったりいろんなところ行きましたけど、うん、やっぱりあの時に日本人からいろんなことを教えてもらったと、おじいちゃんおばあちゃんですよ、もう90歳ぐらいの、うん、おっしゃるのは、だからあの教育がなかったら自分たちの倫理観とか真面目に頑張って働くとかそういう気持ちはなく